旬な人占い、はい、昨日の続きではありますが、はい、今日から月改まりまして、うん、10月でございます。10月ですよ。もう早いね。もうね、あと3ヶ月だよ。もう100日ないんだよ今年。あと2ヶ月じゃないですか。あ、10月1日じゃないですか。危ねえ。早めに終わらせない。本当にまだやってないこといっぱいあるんだから。危なかった、危なかったですね。1ヶ月で少なくやる。そうなんですよ、まあ、はい、もう100日足らずというか90日ぐらいになりました、ね、はい。で、内容的には昨日やった続きでして、はい、貴乃花について占うということをやっております。はい。でちょっと昨日ね、あの貴乃花実はその性格的にはかなり弱いものを持ってるんじゃないかという占い結果がありまして、うん、で人間ってやっぱりそうそう単純じゃないから、弱いからじゃあ気弱な人生を送るかっていうと、うん、自分を守るためにすごい壁を作ったり、うん、頑固になってみたりっていう反動形成っていうのがあるわけなんですよ。だからそれでなんかすごい頑固だなとか、あの固くなだなっていう印象を与えてしまってると思うんですけど、本当ありますよ、ね、おそらく根っこのところは非常にこうなんていうか自信の持てないところがあるんじゃないかなというふうに思ったんですね。でまあ、それにいろんな今までの人生経験なんやかんやがありまして、で、今、まあ、渦中の人となって、そもそも、今後どうなるという話ですよね。本当に、笑顔って僕なんかまあまあ見ないなと思うんですよ、テレビでも。そうですね、満面の笑みというか、なんか子供の頃とか、あとまあバラエティー出て笑ってるみたいなのは見るけれども、それ以外のとこ、まあ親方があまりヘラヘラしてるのは良くないだろうけど、でも確かに言われてみるとあんまりあの人の笑顔ってね、そういう場面では見たことないような気がする。いいなと思って、だからね、まあまあまあいいや。それで、はい、占いましょう。はい、でですね、この方もともと持って生まれたものはすごくいいよって話をね昨日しました、ね、で今流れていく運勢なんですが、うん、非常に特徴的なのは今年ですね、この一番、左下に書いてあるやつなんですが、はい、あのこれ今年を表す番なんですけど、九死火星の犬年っていう、まあ、九星の占いを使ってるんですが、うん、そうしますと犬年がやってきますと、反対側のこの左上の角のとこが赤いも、カタカナでハって書いてありますけど、これ破れるっていう歯なんですよ。破れる、つまり破れる運気っていうのが来てるんですよ、うん、でこの人もともとね、昨日言いましたようにこの左上が本に表す場所ですので、この場所に何の星が入るかでその時の運気を見るんですけども、うん、今年はごめんなさい、今年はそこに八白の破れっていうやつが入っています。はい、そうすると、確かにお仕事から破れるとか、家庭が破れるとか、体破れるとか、いろんな破れっていう現象を起こしやすい年回りですよと。だから例えばその、行っていたね、役職から離れるとか、うん、組織から離れるとかという意味の破れ方もあるし、あともう一つ懸念されるのは、これは家庭的なものも破れるっていう暗示もありますので、そうするとちょっとね、離婚の危機ってのもあるかもしれないなというふうに考えられますと。あとさらには、例えば立場的に、私は独身だ、特にどこに所属していることもないっていう方にもしこれが回ってくると、うん、体破れるって形になると、なんか外科手術をする年とかっていうふうになったりするんですよ。だからまあすでにそのね、相撲協会から離脱するなんていうのは確かに、ね、あの年回り的にも月回り的にもね、こんなもんかなと。ただこれ今年1年じゃなくて来年もまだこの破れは続きます。2年続きます。だからちょっと今試練の時を迎えているなということになるわけなんですよね。よろしくないですね。なんかそうですね。でまあ真相といってもね、これはそれぞれもう破の中だし言い分があるわけですけれども、まあそれぞれに文句不満はあると思うんですが、占い的に見るとやっぱりちょっとご本人にもいろいろ問題はあるかなというふうに考えられますね。あのね、まあまあ今の この時点でどうなってるかわかんないですけど、テレビでワイドショーとか見てたらやっぱりね、ちょっと聞き早いんじゃないかって、なんとか話し合いでね、もう一回みたいな話を、それどうですか、戻ってくるというか、もう一回考え直すっていうふうにはなかなかないんじゃないかなと思いますけどもね。なんかこの方ってやることがね、常にこう突拍子もないというかね、うん、突然っていうのが多いじゃないですか。あ、多分頭で考えてたりしたんだろうけども、出す時ってなんか唐突に出るっていう印象がすごくあるんですよね。なんか本当の順番だったらですよ、いろんな相談していろんな方にで最終的にね、自分で決断するっていうよりはもう自分で全部決めてるような イメージありますよね。あ、そうか、実際は分かんないですけど、
あのね、ちょっとこの件を離れての話で、すぐになんかパッパと処理できる人っているじゃないですか、お仕事なんかで、うん、あの引き伸ばしたりしないでその場その場で処理する人って実はすごい臆病なんですよ。あのね、臆病じゃない人ってほったらかしといて後でどうにかすりゃいいやっていうふうに高く売ってられるの、うん、でそういうことのできない人ってもう今すぐ目の前で処理してしまわないと不安で不安でしょうがないんですよ。だから唐突になりやすいっていうのがあるんですね。だからまあ、それがいいとか悪いとかじゃないんだけど、僕は昨日から言ってるみたいにこの方は非常に小心な方だというふうに思うので、不安材料があった時に相談とかしないで自分で決めて、そして自分ですぐ何とかしてしまわないと自分が不安でしょうがないんだと思ってますね。なるほどね、まあ、ということなので、まあ、真相はそういうご本人の性格に由来するもの大きいのではないかなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございました。以上でございます、はい、明日も見てください。